皆さんこんにちは、せいです。今回ですね、こちらの M52 についてご紹介したいと思います。こちら M52 という数字の通り1952年に作られたフランス軍のパンツになります。なので、軍物ですね、軍パンになります。一般的に M52 ってベージュカラーにはなるんですけど、こちらはですね、そちらを黒染めしたアイテムになります。今でも根強い人気のあるこのパンツなんですけど、こちらをですね、僕も所有しておりましたので、デザイン、素材、シルエットの3つのポイントでご紹介していきたいと思います。まず結論から申し上げますと、こちらのパンツは洋服好きの方、そして少し変わった大人っぽいパンツが欲しい方、最後にワイドスラックスに飽きたという方にお勧めできるパンツになります。はい、でまず1つ目、デザインなんですけど、デザインはチノパンに近いデザインになっております。通常のチノパンと違うところが、まず こちらですね、2タック入っております。そしてバックのポケットはこういう風にフラップがついたフラップポケットになっております。そしてこちらの部分は昔のパンツならではのこのボタンフライですね。これは僕ちょっとあんまり好きな仕様ではないんですけど、こちらになっております。横はスラッシュポケットがついていたりとかで、基本的にチノパンに近いやはりデザインになっているかなと思います。で素材なんですけど、素材はこちらコットン100になっております。今写真も出しているんですけど、こちらがすごく良い素材感になってまして、少し光沢感があるような素材になってます。でその中にもですね、生地の熱風ですね、糸の塊がこうところどころこれどころじゃないですけど、結構な範囲走っておりまして、これが洋服好きな人だったらすごく好きなポイントだったりするかと思うんですけど、個人的にも雰囲気が良くてものすごく気に入っております。なので、まあコモリとかですね、ああいったブランドと非常に相性がいいかなと思いますね。コモリとかもネップの走ったジャケットとか、いろいろ作ってるかと思います。はい、でそして3つ目のポイントですね。3つ目はシルエットなんですけど、シルエットですね、こんな感じでもうワイドですね、ワイドなんですけど、裾に向かってテーパードが緩やかにかかっているようなシルエットになっております。なのでいわゆるワイドテーパードシルエットですね。まあ、結構本当に太いんですけど、履いてみると意外とすんなりかけて、あ、 いけるなと思います。まあ軍物って本当にもうワイドストレートでドカーンと太くてなかなか履きづらいもの多いんですけど、こちらはですね、非常に履きやすいシルエットになっております。やっぱりフランスの服って本当におしゃれだなってこういう時に僕は思いますね。やっぱり軍物であっても普通にフランスの服ってどのブランドもフランスのブランド服っておしゃれだと思うんですけど、やっぱりミリタリーもの軍物までおしゃれなのかと思うぐらいおしゃれなパンツになってるかなと思います。でそのためですね、今のトレンドもぴったり合うかなと思います。はい、ということで、デザイン、素材、シルエットの3つのポイントからこちらの M52 をですね、紹介させていただきました。次は着用動画も撮りましたので、ぜひご覧ください。はい、では、次にサイズ感なんですけど、サイズはですね、こちらの35というサイズを履いております。基本的に
古着屋さんとかでネットとかでも一般的に出回ってるのがこの35というサイズになりまして、他にもいろいろサイズはあるみたいなんですけど、ちょっと僕はこの35しか今のところ履いたことがないので35のレビューにはなるんですけど、結構ですねウエストはやっぱりものすごく大きいです。もうこんな感じですね。でただですね、この丈はですねそこまで長くないので、僕は1回ロールアップするぐらいでちょうどいいですし、まあ、もしそれかこの股下が深いのでグイッと上げて、まあ、ハイライトの状態で履いたりもしております。でウエストはですね、まあ、ウエストって僕はあんまり気にしないんですけど、もうベルトでギュンとちょっと縛って履くっていう形にしております。気になる方はやっぱり裾上げとかした方がいいかなとは思います。はい、でそしてお値段なんですけど、こちらはだいたいどこのお店でも15,000円ぐらいで販売されております。では群物のもう古着のミリタリーアイテムなんですけど、今でも M52 に関してはたくさん流通しているかと思いますんで、まあ、お近くの古着屋さんとかでもポンと置いてあったりするかなとは思います。はい、では最後に、僕の個人的なおすすめのポイントなんですけれども、やはり迫力のあるシルエットながらもわずかにこうテーパードしてますんで、意外とすんなり履けるっていうところがすごく気に入ってます。そして素材の雰囲気ですね、素材の良さとこの熱風が走ってる雰囲気がものすごく好きです。古着の分派って本当になんか魅力があるなと思いますね。これなんか男心をくすぐるというか、そういった普遍的な魅力を持っているかなと思います。冒頭お伝えした通りですね、ワイドスラックスにこう秋田原とかにもおすすめできるかなと思います。でベージュのアイテムと比べるとこの黒染めですね、この黒染めの方がもちろん合わせやすいので、ちょっとベージュ苦手だなっていう方はこの黒から始めてみてもいいかなと思います。本当に意外と合わせやすいんでおすすめです。はい、ということで今回は M52 黒染めパンツのご紹介させていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。